さんに声をかけていただいたときは、まったりした回だったときに、まったりした回です。予想以上の人数に緊張しております。緊張しちゃうぐらい、こんなに多いの初めてですね。すごいです。よろしくお願いします。今日はですね、グラスホッパーの、プラグインツールである、レリパグハニービーを使って、光中光シミュレーションですね。太陽の光での、シミュレーションというのを少しやっていきたいと思います。で、ちょっと資料、すいません。先ほど、チャット欄の方に、Google ドライブのリンクを、アップしてます。で、ちょっとギリギリで、申し訳ないんですけど、今日使う、ツールのインストーラー一式と、モデルですね。モデルのデータを、保存しているので、適宜、そちらを、ダウンロードしておいてください。インストールは、レリバグが入ってないっていう人はインストール一緒にやっていきますので、とりあえずダウンロードだけしておいてください。石井さん、あれですね、画面共有をできるよ。はい。堀川さん、お願いします。大丈夫です。冒頭、ちょっと簡単に、ご紹介含めて、今日やる内容の話を。私の自己紹介ですけれども、もともと学生の頃から、環境系の研究室に所属してまして、シミュレーション、当時は風の CFD 解析を、主にやっていたんですけれども、そういったシミュレーションと、設計を、なんか結びつけていきたいなということを、おぼろげに、考えながら、学生時代過ごしてました。で、修士出た後に、日建設計の、衣装設計部の方で7年ほど、設計をしてまして、で、4年前から、大学の方に戻って、自分の事務所を立ち上げたというような、経緯です。で、下にあるような、日建時代は、オフィスビル中心で、最近の自分の事務所だと、戸建て住宅とかを設計をしているんですが、私自身のグラスホッパー、ライのグラスホッパーとの出会いは、入社して最初にやったこの川崎の駅前に、東芝、ラゾナ川崎東芝ビルというビルが、設計をしたんですけれども、このファサードのデザインをですね、今日はちょっと細かな話はしませんが、日射の遮蔽であるとか、あるいは空調機の排熱であるとか、そういったシミュレーションからパラメトリックに決めていったんですけれども、近くでに寄ってみると、こういう、有効折半がいろんな、ピッチに並んでいるというファサードになってまして、当時僕はライのグラスホッパーを使ったことがなかったので、このなんか数万本あるルーバーをですね、イラストレーターで徹夜で並び続けるっていうことをやりました。で、これやってたら僕死ぬなと思って、そう思ったときに、このプロジェクトの後半から優秀な後輩で、ライのグラスホッパーを使える人が入ってきてくれたいっていう機会もあって、ちょっと自分自身でも、そういうのを使っていこうというふうに思った、のがきっかけです。で、ライのグラスホッパー使っていくと、今日、皆さんに触れていただくレリバグハニービーみたいな、シミュレーションの、インターフェースになるようなツールもあったりするので、そういったものも、ちょっとずつ使い、始めてきていると。もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、レリバグハニービー、あと、その兄弟ツールとしてバタフライ、ドラゴンフライというのがあるんですが、もともとがこの下に、写真載せてますけれども、レリバグツールというチームの、クリス・マッキー、右側のクリス・マッキーという人間と、左側のマストファーという人間、2人が、中心になって、開発を始めた、プラグインツールです。もともと一番最初は、今日皆さんにやっていただく光のシミュレーションを、グラスホッパー上でやると。いうので、進めて、開発されたのがスタートで、それ以降、熱化シミュレーションだったり、あるいは風解析だったりみたいなことが、いろいろと手を広げていっているというような感じです。で、ちなみにクリス・マッキーでこういう感じの、非常に気のいいオタクのお兄ちゃんっていう感じの人です。
で、あのハニービー、今日使っていただくハニービーは、まあ、シミュレーションソフトっていうのはどれもあのそうなんですけれども、ハニービー自体がシミュレーションを回しているというのではなくて、その裏で、バックグラウンドの方で、まあ、光シミュレーションだったらラディアンスであったり、エネルギーシミュレーションであったらエナジープラスといった、別のシミュレーションエンジンが回っているという形になります。で、ただ、まあ、ラディアンスもエナジープラスも、それをそのまま、使うと、まあ、インターフェースがあまり使いやすくないので、こういうハニービーとかを使って、まあ、よりユーザーフレンドリーにするようにしてくれているというものになります。で、まあ、ディバグハニービーは、まあ、今もお伝えしたように、まあ、ラディアンス、エナジープラス、あるいは、熱狂、ヒートブリッジのシミュレーションをやるサームとか、まあ、いろんなシミュレーションのエンジンを、ライノグラスホッパーで使えるようにしている、まあ、プラグインツールです。で、まあ、非常にこう世界的に大きなコミュニティになっているので、かなりまあ開発自体も、の頻度も、まあ非常にこう頻繁に更新がされてますし、ユーザーグループみたいな形で、まあ、ちょっと使い方わからないような時に、まあ、掲示板に上げると、まあ、大体もう半日以内には誰かが答えを出してくれるみたいな、まあ、非常に活発なコミュニティの中で、使われているツールになります。で、リリーバグというのは、EPW ファイルというこれ気象データのファイルなんですけれども、気象データのファイルを読み込んで、それをまあいろんな形でビジュアライズしてくれるというのが、基本的な機能になっています。よくまあ敷地の気象条件をしっかり読み取りましょうという話があるんですけど、まあ、それをどういうふうに視覚化するのというときに、こういうツールを使ったりします。で、まあ、ビジュアライズに特化しているツールなので、今日もまあ光のシミュレーションなんですけど、最後の、シミュレーションの結果の表現のところで少しこのレディバグのコンポーネントを使ったり、する予定です。で、ハニービーの方は、先ほども、お話したようにこの左側の方ですね、こちらが、まあ、光シミュレーションの方です。基本的にはこのラディアンスという、まあ、一番世界的にユーザーの多い、光シミュレーションの、まあ、エンジンですけれども、こちらを使って光シミュレーションに一部このデイシムというのは、まあ、同じくラディアンスのインターフェースなんですけど、今日はちょっと扱いませんけど、年間計算とかをやる時の、ちょっとしたまあ条件、とかをこういうデイシムのところから、インポートしてきたりということをするので、まあ、デイシムも一部を使っているというわけです。で、熱負荷計算あるいはエネルギーシミュレーションの方はこのエナジープラスオープンスタジオといったところのものがまあ関係してくると。で、先ほども言ったような、熱狂あるいはその開口部周りの、まあ熱性能みたいなのを見るときに ZARM とか WIND という、まあ、また別のシミュレーションソフトが使われるというような形になります。なので、今日この後最初に、まだレディバグハニービーを初めてインストールするという方は、この辺のラディアンスであったりオープンスタジオでというシミュレーションソフト自体も、インストールをしていただきますけど、そういうバックグラウンドで動いてくれるシミュレーションエンジン自体を、皆さんのパソコンの中にインストールしていただかないと、ハニービーも動かないよということになります。で、まあ、その光シミュレーションエンジンの、まあ、ラディアンスというものは、まあ、本人の方もいらっしゃると思うんですけど、もともとグレッグワードという、人が、まあ、90年代にバークレーで、開発をしたもので、ラリアンス自体はユニックスベースのシミュレーションプログラムになっています。で、まあ、なので、ラリアンスのものを、まあ、研究ベースとかではよくもハニービー使わずに、ラリアンスそのものをこう使うシミュレーションしたりするんですけど、基本的にはユニックスベースなので、なんか、慣れない人には難しいというふうに思っています。重要なのが、シミュレーションの方法がですね、通常の、例えば、3DMax と
か、あのデータリングのツールと違って、光線追跡法という、まあ、視点位置ですね、この、皆さんの目の位置、あるいは評価をするポイントの位置から逆追いで、光源の光の量を探っていくというのが、ラディアンスの、計算アルゴリズムになっています。で、この方法の方が、まあ、精度よく、照明計算ができるという特徴があるんですけど、一方で、まあ、3DMAX とかに比べると少し、まあ、時間がかかるというものになっています。で、ラディアンス自体は、例えばマテリアルのファイルであったり、ジェル形状のファイルであったりとか、まあ、シミュレーションに必要なファイルが、まあ、それぞれテキストベースで、作られる。で、それを一つのバイナリファイルにして、解析をかけるというような形で、シミュレーションを行います。で、まあ、このバイナリファイルを作るよというところを、ハニービーが、まあ、手助けしてくれているというようなイメージなので、後で、実際に触っていただくときに、あ、このコンポーネントがこのマテリアルを作っているところなんだな。このコンポーネントがこのモデル形状を指定しているところなんだな、みたいなところが。で、どこでこのバイナリファイルが作られているんだな、っていうのが、少しこの、関係をイメージしておいていただけると、コンポーネントのつなぎ方が、イメージできるかと。で、ラディアンス自体の、まあ、特徴は、少し繰り返しになりますけど、ソースコードがオープンなので、非常に、まあ、シミュレーションの自由度が高いと。どうしてもインターフェースを返すと、できることが限られてきてしまうので、自由度が高くて、プログラムも、まあ、信頼性が高いと。で、ただ、右側にあるように、コマンドベースなので、まあ、通常の、設計者であるとかには少し使い勝手が、難しいかなというところと、まあ、なかなか日本人にとってのハードルというところでは、基本的に全て英語なので、マニュアルとかもですね、まあ、なかなかそこのハードルがあるというところがあったりします。で、なので、まあ、ラディアンスを今日ハニービーを使って、行っていくというところで、下に書いてますけど、ハニービーまあ、今みたいな、説明したような関係なので、ハニービーを使って、ラディアンスの機能すべてを使えるわけではないっていうことに、まず、注意をしてください。一部の機能が、まあ、インターフェースとしてハニービーをって使えるよということです。で、これ何か、解析時間が、あ、そうですね。ユニックスベースで、ラディアンスを回す、時よりも、ハニービーを使った時の方が、解析時間は長くなります。これはちょっとグラスホッパー側の方の問題があるんですけども。なので、今日は少し、この解析の精度のところを落として、短時間で解析回すように、しますけれども、より高精度なシミュレーションをしようとすると、ちょっと時間が、ものによってはかかるよというところが。一方で、まあ、当然、ラインのグラスホッパーを使っているので、パラメトリックスタディに非常に向いている、であったり、熱負荷計算などとの連携が、比較的容易にできたり、あるいは解析結果のポスト処理、見せ方のところのビジュアライズが、まあ、いろいろと、グラスホッパーの他のコンポーネントとかを使って、操作ができるので、そこが楽だったりするというメリットがあります。まあ、特にこのパラメトリックスタディに向いているっていうのが、一番ハニービーの、まあ、特徴というか、重要なところで、今日も少しその辺も触ってもいただければなと思っています。で、レディーバグハニービー自体は、フードフォーライノのところに、まあ、定期的に、更新、最新バージョンが上がっているので、今日、まあ、インストールしていただいた後も、まあ、半年に1回ぐらいのペースでは、ちょっとこちらのサイトを覗いていただいて、最新版がないかなっていうのを見といていただいたらと思います。で、今日使っていただくのは、このレガシープラグインズというものの、まあ、最新バージョンですね。レディバグは00-69、で、ハニービーは00-66バージョンを使っています。で、実は先月、ついに、レディバグハニービーってもともと Mac ユーザーの人には使えなかったんですけれども、ついに Mac 用のレディバグ DB がリリースされました。で、
結構学生の設計課題とかで、まあ、Mac の人がこれ使いたくても使えないって問題があって、をついに出たなと思って見てるんですけど、まだちょっと、まあ、バージョン 1.1 なので、使える機能は、今日使っていただくレガシー版よりも、だいぶ少ないんですけれども、Mac ユーザー向けのコンポーネント、まあ、今後徐々に開発をしていくよという方針のようなので、まあ、周りに Mac の人がいて、使いたいんだけどという人にはちょっとこういう情報を提供していただければなと。で、少し宣伝です。今日はやりませんけれども、このレディバグハニービーの兄弟ツールの中でバタフライというものがあって、風解析ですね、をするときに、バタフライというのを使います。で、これは、シミュレーションエンジンとしては、オープンフォームという、CFD ツールを使って、解析を行うというものなんですけれども、オープンフォームって若干、まあ、癖があるというか、なかなか、使い勝手が良くないところもあったりするので、国内の、設計、事務所が結構使っている、フローデザイナーという、日本の、まあ、ベンダーが作っている、CFD ツールを、ライノグラスホッパーで使える、この GHFD という、インターフェースを、私と、私のチームで、作ってます。で、リリース自体も3年前にされていて、適宜機能更新をしているので、こちらの方、興味がある人はぜひ使ってみてください。で、今日お伝えするような、光シミュレーションの、もう少し基礎的なところの話であったり、あるいは先ほどのその GHFD の使い方みたいなものを、このビルディングエンバイロメントデザイン .com という、ウェブサイトを、作ってまして、こちらの方で、チュートリアルを公開してます。で、各、参考の、プログラムもダウンロードできたりしますので、まあ、先ほどあった、レディバグハニービーも基本的に英語のツールなので、チュートリアルのところで大変だという人が結構いるので、これは全部日本語で動画とかも作っているので、今日、触れていただいて、ちょっとよく分からなかったなみたいなところがあれば、この辺も探っていただくと、いいかなと思います。はい。じゃあ、前段の説明は以上で、早速ですね、シミュレーション、方を始めていきたいと思うんですが、お配りしている、お配りした、ライノのモデルを一旦開いて、見てください。で、ちょっと時間かかるかもしれませんが、開いていただけると、出したら、渡してる状態でレイヤーが全部消去されちゃって、非表示になっちゃってるかもしれないので、もし何も映ってなければ、レイヤーのところで、全表示にしてください。そうするとなんかこんな、オフィスビルっぽい、モデルが出てくるかと思います。で、こちら、まあ、このモデルを使って、今これ見ていただくと、壁と、柱と、あと、机が並んでいるという状態で、まだ、窓とか全然ないですけど、窓とかはこれからグラスホッパーの方でちょっと作っていくということをやっていきたいと思います。で、このモデル開けた方は、コマンドのところでグラスホッパーと打ち込んでいただいて、グラスホッパーの画面を立ち上げてください。で、立ち上がったらですね、あ、そっか。こちらの、
レディバグ0069、ハニービー0064というフォルダを、ダウンロードしていただいているかと思うので、レディバグとハニービーがまだ、インストールされてない人は、こちらの方を開いていただいて、中に入っている、GH ファイルを全部、グラスホッパーの画面上に、ドラッグアンドドロップしてください。フォルダが3つあると思うので、3つの中身すべて、移していってください。ちょっとごめんなさい。事前に僕の方で。で、3つのフォルダ全部落とせた人は、続いてですね、これも事前にダウンロードしていただいていると、思いますが、この、DSIM セットアップ 4.0 というもの、あと、Open Studio、3.0.1 というもの、あと Radiance の 5.1 というもの、これ順次ですね、ダブルピックで、開いていただいて、インストール立ち上げていただいて、インストールをお願いします。で、その時に、ちょっと注意をしていただきたいのが、インストール先を、必ず C ドライブ直下の、ところに、しておいてください。多分、ラディアンスとかですと、デフォルトで行くと、ユーザーかなのところの下に入っちゃうと思うんですけども、場所を少し変更していただいて、C ドライブ直下の方に、インストールしてください。ちょっとラディアンスの途中まで一緒になります。今、ラディアンスのセットアップウィザードで、次へで同意をすると、で、ここですね、真ん中の、add radiance to the system pass for all users。これを、選択してください。で、次へで、インストール先のフォルダ、プログラムファイルズになっているのを、参照で、C ドライブを選択していただいて、C コロン、円マークラディアンスと。なるような形にしてインストールをお願いします。Zoom の画面最小化しちゃってるんで、もし質問ある方は遠慮なく声を上げていただければ。まあ、それぞれのインストールが完了すると、C ドライブ直下に、この DSIM というフォルダーと、Open Studio というフォルダーと、Radiance というフォルダーが、できると。はい。どなたかここで挙げましたか？大丈夫ですか？
で、インストール完了した方から、順にですね、もう一つ重要なのが、これもドライブの中から、こちらですね、forcecolor2 という、ファイルを、ダウンロードしていただいていると思います。こちらを、ダウンロードしたら、C ドライブの、ラディアンスフォルダーの、ビンフォルダーの中に、移しておいてください。forcecolor2。で、ここまでできた方は、今日初めて、ライのグラスホッパーを、ベリーバグハニービーをインストールされたっていう方は、一度、グラスホッパーと、ライノセラスを、閉じていただいて、再度立ち上げていただくと、ベリーバグハニービーの、こういうツールが、中に入っていると思います。じゃあ、ここまで、まだの方もいらっしゃるかもしれませんが、ここまでできた方は、一旦ですね、お配りしている、グラスホッパーファイルのうちの、東京 AEC インダストリーデベロップメントグループのアンダーバー、フィン、こちらをドラッグアンドロップで、グラスホッパーのキャンパス上に落としてみてください。ちょっと時間かかるかもしれない。気長に。インストール困ってる人いませんか？大丈夫。はい、インストールも一度説明してもらって、ですね。まず、レディーバグハニービーの、こちらのフォルダーの中身は全部、キャンパス上に落とせてますでしょうか。それは大丈夫ですか。それが落とせていれば、今度このデイシムというものと、
オープンスタジオというもの、あとラディアンスというもの、この3つをのインストーラーをそれぞれ起動していただいて、すべてあの C ドライブ直下のところに、インストールをする、ことをしてください。はい。で、そしたら最後に、ラディアンスの、C ドライブ直下にラディアンスの、フォルダーができていると思うので、その中の、ビンフォルダーの中に、同じく、こちらの Google ドライブから、ダウンロードしていただいているこの Pulse Color 2というファイルを、落としとり、移しておいてください。で、これが一通り、この作業ができたら、一回、ラインのグラスホッパーを閉じて、再起動していただければ、使えるように。そしたら、グラスホッパーのファイルの方が開けたかと思うので、これが今日、一応ご説明しようと思っている内容の、まあ、フルの、状態です。はい。で、大体ですね、多分、グラスホッパー使ってジオメトリーを作られている方はそうではないのかもしれないですけど、このレディバグハニービーとかを使ってシミュレーションする場合って、ほぼほぼですね、コンポーネントの並びっていうのはどのプロジェクトも同じになってきます。で、なので、今日これを、皆さんの方で、まあ、説明を、聞きながら、仕組みを覚えていただければ、今後もこのファイルをベースに、自身のプロジェクトに応じてちょっとずつカスタマイズするというので、十分、使っていけると思います。私自身も、まあ、これにもう何項目か、別のシミュレーションの、コンポーネントの並びを加えたものを、まあ、デフォルトでも、常に持っていて、で、プロジェクトに応じて、まあ、必要ないものは消去してしまってと。ような形で使ってますので、基本的にはこのファイルを、今後も使っていっていただくといいかなと思ってます。で、今日、これを1から全部並べると、到底、2時間で終わらないので、もう一つの方のグラスホッパーのファイルで、これを虫食い状態にしているものがあります。説明を重点的にした方がいいかなというところを虫食いにしているものを、これから皆さんと、埋めていきたいというふうに思います。で、先に、この完成ファイルで、それぞれの、コンポーネントの意味合いと並びを、簡単に説明していきます。まず、レディバグハニービーを使う上で、一番重要な点なんですけど、この、それぞれレディバグハニービーの、この、一番左のところに、レディバグ、レディバグ、あるいはハニービー、ハニービーという、このミツバチのマーク、テントウムシのマークのコンポーネントがあります。で、これを必ずキャンパス上に落としといていただかないと、レディバグ、ハニービーがそもそも起動しないと、コンポーネント並べていっても、最後シミュレーションがかからないということになるので、このスタート、レディバグ、ハニービーというこのグループは、もう必ず、作っておくよ。してください。まあ、パネルには特に並べなくていいですけど、この2つを必ず、置いておくと。で、パネルの中を見ていただくと、まあ、はいとかって言われていて、最後に、レディバグイズフライング、B とか、ハニービーの方も下に行くと、フライングって書いてあって、こう、ちゃんとテントウムシとミツバチが飛んでくれてれば、しっかりと、レディバグハニービーのパスが通っている状態になっているので、これ、結構、慣れてくれば来るほど、これを置き忘れるとかってよくあるので、これをまず置くということをしてください。で、この左側ですね、このあたりが、解析のモデルと、そこに与える物性値のセッティングのグループになっています。で、少し、
ライノの方のモデルと見比べながら、ちょっと一回、ライノの、床がですね、まあ、緑色にハイライトされています。まあ、この解析 の, あの対象のフロアの床ですね。で、天井面。で、柱3本。あと、まあ、ファーニチャーとして、机と、一部ロッカーみたいなものを入れています。で、この対象建物の、まあ、他の階ですね、のボリュームを、まあ、アザーフロアーズの、B レップで入れていて、あと、地面ですね。光シミュレーションで、地面からの反射って結構重要なので、必ずあの地面の、モデルは、もう、ペタッと、平面を描くだけでいいので、入れるようにしてください。あと、この4面の、壁ですね。この辺の、B レップは、まあ、もともと先ほど、ライノを開いていただいたモデルを、インポートさせている状態になっています。で、それぞれ、この、例えば壁でいくと、このウォールの B レップは、まあ、壁のこのジオメトリーの情報を持っている状態です。先ほどの、ラディアンスの、解析の順番というところで見ていただいた、ジオメトリーの情報を持っています。で、このコンポーネントですね、ハニービー、クリエイトハニービーサーフェスという、このコンポーネントで、そのジオメトリーと、その物性値、光シミュレーションだと、反射率ですね、を、設定するような、ことになります。なので、ここのコンポーネントで、モデルで作っているジオメトリーと解析に必要な、反射率とかといった、物性値の情報をつなぎ合わせるというようなイメージになります。で、今回、壁の反射率、まあ、デフォルト 0.5、50% の反射率にしています。で、これはスライダーで、皆さんの方でも動かしていただけるようにしてますので、今日ちょっとまあ、この中では時間、ないかと思いますけども、後で、例えば反射率変えたらどれぐらい、照度の分布って変わるのかなっていうのを、この辺のスライダーちょっといじりながら見ていただけるといいかと思います。で、次にですね、Generating South Windows というグループを作ってます。先ほど見ていただいたように、ライノのモデルの方では、今回、窓のモデリングはしてません。例えばもう設計がある程度決まってきていて、窓のデザイン決まってるよという時には、当然ライノの方で窓の形入れていただいて、それを、この壁とかと同じように B レップで読み込むという形でも構わないんですけれども、先ほども言ったように、ハニビーを使うサイレンムリットは、お手軽に、パラメトリックにいろんな形状のシミュレーションができるというところなので、今回、まあ、少しそこに触れていただく意味も含めて、窓の形というのを、グラスホッパー状で作るような形にしています。で、まあ、作り方は、このスライダー少し動かしていただくと、ごめんなさい、このグループの一番右側のムーブのコンポーネント、これをプレビューオンにしておいていただくと、少し緑色に窓がハイライトされるので、その状態で、Width of Window のスライダーを動かしていただくと、見ていただくように、窓の、幅が変わります。で、これ一番スライダー最大の 5.4 にすると、壁面全体、まあ、横連想の、一面の、窓という形になります。まあ、ひとまず、まあ、適当です。4.5 メートルぐらいとかにしておいてください。で、次が、下の方が窓の高さですね。またこれもスライダーを動かしていただくと、今回、腰壁の高さをフィックスにしてます。0.8、80センチの腰壁はフィックスして、そこからの窓の高さを、動かせるようにしています。
なので、まあ、当然ゼロにしちゃうともう窓全くないというもので、徐々にこう窓が、天井付近までの大きな窓になっていくというものです。これもまあひとまず、大きめの、高さ2メートルぐらい。なのでもうほとんど天井いっぱいぐらいまで、窓が来ているようなサイズになっています。で、以上が窓についてですね。南面の窓についてです。で、次が、この窓に、南面なので、少し日差しをつけるみたいな、まあ、ファサードのデザインを検討するということをやってみたいと思います。で、それも、ファサードの、あ、ごめんなさい、日差しの、奥行きですね、デプスも、台の上で動かせるようにと。いうふうにしています。それがまあここのところで、そうだ、冒頭にちょっとご説明をし忘れてました。この赤で囲っているところが、今回スライダーで、後々皆さんにちょっといじっていただけるようなところになっています。物の反射率であったり、窓とか庇の寸法のところであったり、後で説明しますけど、窓、ガラスの透過率であったり、みたいなところとかを、まあ、いじれるようにしてますので、この、ミートアップの後とかにも、この赤のところをちょっといろいろいじりながら遊んでみていただけるといいかなと思います。で、ひさし自体も、まずデプスですね。まあ、全くゼロにして、ひさし全くないモデルから、一応、ま、最大2メートルぐらいまで出すよという形のモデルにしています。で、あともう一つは、まあ、ライトシェルフみたいな形で、ちょっと窓の上場よりも、庇のレベルを下げて、まあ、天井面明るくするみたいな、検討をしたいよという場合のことを考えて、この庇の、高さを変更できるようにしています。まあ、ひとまずは、一番上のこのハイトオブシェーディングは、ゼロにしておいていただければと思います。で、一応これ窓の高さを変えれば自動的に窓の高さとか、幅を変えれば自動的に庇も追随するように作っているので、ちょっとスライダーをいじって遊んでみてください。で、もう一つ、最後が、ジェネレーティングノースウィンドウというものです。実は北側の方にですね、ちょっとまた見づらいです。ですけど、このボールを1回です。これですね。北面の、まあ、北側なので、ちっちゃな窓ですけど、少し、ハイサイドの窓みたいなのを設けています。で、ごめんなさい、僕なんか、モデルの作り方がちょっと。これがいらないんだ。まあ、いや、ちょっと、ごめんなさい、変なのが残ってて、上に複製されちゃってますけど、これちょっと気にしないでください。北の窓に関しては、高さですね、を、今度は窓の上場の高さを、いくつにしたのかな ?14 なので、2.7 メートル。のところにして、そこから、最大で、まあ、高さ 1.2 メートルぐらいのこういう大きな窓にする。もっと、まあ、北なのでちっちゃくていいよとなれば、まあ、0.5 メートルぐらいというものです。で、まあ、北に窓つけたのは、光環境を考える上で、実は北の窓って結構有効で、ハイサイド、北からの天空光をハイサイドから取り入れるみたいな形で、結構安定した光環境を室内に作る上では、重要だったりするので、ちょっとここ、つけてます。まあ、その辺も、ある場合、ない場合で、室内の光環境を見ていただければと思います。で、人に挙げていただいたのは、
なるほど。ですね。ビュームの、今、開かれている画面でライトになっているところかなの、をダブルクリックしていただくと、こんな形でトップであったり、パースペクティブであったり、いくつかのビューの画面が選択できると思います。ひとまず、パースになっているものであれば、どれでもいいです。パースペクティブ B とか、A とかあると思うんですけど、それをダブルクリックしていただくと、その画面だけが、全表示されるので、この状態で、モデルとの対応関係を見ていただけるといいと思います。という説明で大丈夫でしょうか。で、ここまでが、モデルにの形状に関するものですね。で、一部、物性値が含まれているというものになっています。で、そこから少し右に行った、このウィンドウマテリアルグループというところで、窓の、まあ、ガラスの透過率ですね。どれぐらい光入ってくるかというところを、設定する場所になっています。で、あとは、シェーディング、ひさしの、まあ、反射率ですね。特にライトシェルフみたいなものにする場合は反射率重要になってくるので、まあ、その反射率設定だったり、いうものが入ります。なので全体的にこの辺ぐらいまでが、この辺ぐらいまでが、ジオメトリーの設定及びその物性値の設定という形になります。で、それ以降はですね、光シミュレーション、中高、太陽の光のシミュレーションなので、天空モデル、空のモデルというものを設定する必要があります。詳細はまた後でご説明しますが、それを設定する場所であったり、あるいは解析結果を出すファイルの名前を設定する場所であったり、解析の精度ですね、を設定する場所であったりというものがこの辺にあります。で、最後、今日やっていただく照度計算の、をするための一連の、流れのコンポーネント。あと、輝度計算のところの、一連の計算から最後の、輝度画像とかを出すまでの流れのところというのを作っています。で、一番右上のところは、ちょっとまた後で詳細説明しますが、ハニービーを使ってシミュレーションをすると、結果がこの、ラインの上に、例えば照度の分布であったりというものが表示されるんですけれども、違う、ケースでの解析をしてしまうと、まあ、前の、計算結果が当然消えてしまいます。で、毎回その、計算結果を表示するときに、解析をし直すとなると非常にまあ時間ももったいないので、以前やったシミュレーションの結果を、呼び出して、ここに表示するというような形の、結果を呼び出すための一連のコンポーネントをちょっとここに作って、まあ、この辺はちょっとまた後でご説明しますが、ざっくり全体の流れを説明するとこんな形になってきます。で、もう1時間ですね。まずい。ここまでよろしければ、いよいよちょっと作業をしていただこうと思うので、お配りしているもう一つの方のグラスホッパーですね。アンダーバーフィントついてない方。これを、開いてみてください。そうすると、こう、大きなところは、全体像は、変わりませんけれども、まあ、繋がってた線であるとか、そういったものが、消えてますので、この虫食いの状態を、一緒に埋めていきたいと思います。先ほどチャットでいただいた、ひろきさん、大丈夫ですか、その後、ビューの設定は。もし、まだうまくいかなければ、遠慮なく声かけてください。
ひろきさん、どういう今画面の状態ですか？先ほどの真っ黒のままっていうことですか？再起動しましたか？ライノセラス再起動とかしてみてください。ちょっとじゃあ試してみていただいて、またダメだったら声かけてください。で、岩田さんからいただいてるのは、はい、はい、はい。はい、完璧です。その手順で大丈夫です。はい。他困ってる方いないですか？大丈夫ですか？じゃあちょっと、やっていきましょう。まずそしたら、この虫食い状態のグラスホッパーのものの一番左上、スタートリリーバグハニービー、ここのところをクローズアップしてください。で、先ほども、言ったように、このテントウムシマークですね。レディーバグ、ちょっと昔というか、少し前に、レディーバグハニービーをすでにインストールされている方は、レディーバグという表現になっているかもしれません、タブがですね。で、今日、一緒にインストールされた方は、レディーバグ -legacy という表現になっているかもしれないですけど、いずれかの、この一番左上のこのテントウムシマークですね。レディバグ、レディバグ。これを、キャンパス上に落としてあげてください。で、まあ、落とすだけで、起動はできるんですけど、まあ、一応、パネルにつないでおきます。で、もう一つですね。ハニービーのタブ、あるいはハニービーレガシーのタブの中の、また一番左、の、ミツバチのマークですね。ハニービー、ハニービー。これを落とします。で、またつないでおいてください。で、ハニービー、ハニービーは、おそらく皆さん、この私と同じように、オレンジ色のマークになっていると思います。で、このバルーンのところを開いていただくと、fail to load SARM、SARM setting file となっています。で、この SARM というのが、最初にご説明したヒートブリッジのシミュレーションをやるシミュレーションエンジンで、まあ、今回使わないので、私自身のこのパソコンにもインストールされてないですし、インストールされてないので、まあ、こういうオレンジ色の表示になりますけど、今日やっていただくシミュレーションには特に影響がないので、オレンジになっていても、特に心配せずにこの状態で大丈夫です。はい。では、続いてですね。この、ちょっと、はい、どちらも赤くなってしまう。赤くなってると、ダメなので、再起動ってされました？ライノグラスホッパー。なるほど。なんだろうな。もし、レディーバグが赤くなるって。レディーバグハニービーを落としていただいたときに、フォルダ3つあったんですけど、多分一番上にある、1個だけしかファイルが入ってないものってちょっと見落としがちなんですが、それもドラッグ&ドロップで落としていただいてますかね。ちょっとそう。この、今手元にないんで。もしかしたら、それが、
あのリリバグハニービーを動かすための、Python を動かすコンポーネントなんですけど、それが落とせてなかったらもしかしたら両方赤くなっちゃってるかもしれないんですけども、いかがでしょうか。はい、ちょっとあのすいません、じゃあ先に行きます。ちょっとその辺確認してみてください。ではモデリングですねと物性値の設定のところを、少しやっていきます。先ほど見ていただいた完成版と違って、壁と、床天井について、コンポーネントを消してます。でここに、必要なコンポーネントを、並べていくということをやっていきます。で、まずですね、この、Rhino で書いているモデルを、まあ、BLEP で、インポートしているんですけども、BLEP、ここではまだジオメトリの情報だけなので、それを Honeybee で解析できる、モデルに変更、をするということをします。そのために、この、Honeybee Create Surface というコンポーネントが必要になってきます。で、このコンポーネントなんですが、Honeybee のタブの、一番左側ですね。Honeybee の、00番の中に、真ん中から、右上から少し下のところ、5番目のところに、あります。Honeybee Create Surface。このオレンジ色の六角形ですね。これを、落としてください。で、フロアとシーリングと、ウォール、それぞれに必要なので、コントロール C、コントロール V で、複製していただく。あるいは、オルトキーを押しながらで、コンポーネントを複製できるので、3箇所に配置をしておいてください。で、配置ができましたら、それぞれフロアの、と書いてある、BLEP のコンポーネントから、Honeybee Create Surface の左側のジオメトリーにつなぎます。これで、ジオメトリーの情報が、この Create Surface というところに来たという状態になります。で続いて、この、じゃあ、フロアのサーフェスですね、表面の物性値、反射率を、決めます。それは、Honeybee Legacy の、タブの中の01番のグループ。こちらの上から2つ目ですね。Honeybee Radiance Opaque Material というものがあります。こちらを、落としてください。で、キャンパス上に置けましたら、もともと入って、ついてる、リフレクタンスオブフロアというスライダーがあります。このスライダーのから、R リフレクタンス、G リフレクタンス、B リフレクタンス、まあ、RGB ですね、のところのそれぞれの反射率に、入れてください。RGB 同じ反射率入れると基本的に無彩色の、モデルになります。で、RGB それぞれで反射率を変えると、まあ、その色が反映された、反射率といいますか。まあ、そこの面で反射すると、例えば赤の反射率が高ければ赤色の光になるというような、ものになりますが、まあ、基本的に中高のシミュレーションをやるときは、もう RGB は同じ。反射率で設定していただいて、いいかと思います。で、一応ですね、マテリアルの名前を決めておきたいと思うので、キャンパス上どっかでダブルクリックしていただいて、パネルですね、を、立ち上げて、
ダブルクリックで、フロアと入れておいてください。で、それをマテリアルネームにつないでおきます。ちなみに、このリフレクタンスの下のところ、ラフネスとスペキュラリティというのがあります。で、ラリアンスのシミュレーションでは、例えば表面がザラザラしているものみたいなものの粗さというので、光の、拡散具合を、挑戦するんですが、を設定したりですとか、あるいは鏡のような、表面反射をするものに関しては、このスペキュラリティの値を調整して、そういった、表面反射のようなあのモデルを再現したりということをしますが、ほぼほぼよほど、変わったというか、特徴的な素材を使ってなければ、ラフネスとスペキュラリティは特に入力はせずに、このリフレクタンスだけを入力しておいていただければ OK です。で、この状態でつなげたら、このラリアンスオパークマテリアルのコンポーネント右側の、ラッドマテリアル、こちらからハニービークリエイトサーフェスの、ラッドマテリアルにパネルをつなぎます。で、一応ですね、まあ、いいか。すみません。一応これで、床の、ジオメトリーの設定、および、マテリアルの設定というのが完了になります。で、同じことを、シーリング、天井と、壁ウォールでもやっていきます。もう、このパネルと、バークマテリアル、この二つを、コピーしていただいて、つなぎ直してもらえれば OK です。で、フロアのパネルは、セーリングに変えておいてください。ごめんなさい、変なところになっちゃった。で、この天井のマテリアルを指定している BLEP、これをジオメトリーにつないで、その物性値、ラッドマテリアルをつなぎます。天井面は、まあ、実際のオフィスでも、白い天井っていうのが多いので、リードという、環境指標の評価基準の名前、あれを聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんが、その中でも、デフォルトの、床壁天井の反射率として、天井面は少し反射率高めで 0.70% と決まっています。で、床は、カーペットですね、タイルカーペットだったりするので、少し反射率低めの 0.2 というものになっているので、今回その値でやっています。まあ、例えば床も白いタイルみたいなものを使うよということであれば、反射率を上げてみて、比較をしてみていただければなと思います。で、同じくまたちょっとこの、パネルと、オパークマテリアルをコピーしていただいて、壁のところですね、も設定をしてしまいます。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、大沢さん、書いていただいている通りです。たまにあるのが、要は、反射させる、これ今回、反射する方の部材の物性値を設定しているので、はい、あるいは、色ガラスみたいな透過の時もそうですけど、特定の波長の、光を、
まあ、透過させて、まあ、赤色の光にしたいとか、そういうことをやるときには RGB を変えると、していただいたらいいんですけど、まあ、今回 の照度、輝度を求めるというだけであれば、基本的にはもう全部 RGB を同じ値にしていただいて大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。はい、で、ここまでできたら、続いてですね、窓に関しては、先ほどのあのパラメトリックに形を動かすものは、特に消去せずにそのまま残してあります。で、ただ、この窓が、今、例えばこの壁は、このまま放っておくと4面フルに壁になっているわけですね。で、この壁の中に、ある、先ほどのモデルであったある場所に窓が開いているよというのを、ハニービーの中で認識をさせる必要があります。そうじゃないと、壁と窓がただ両方ある状態だと、いくら窓のガラスの透過率を設定しても、壁があって、光を通さないので、中に全く光が入ってこないという形になります。ただ、壁にこの窓は属してるんだよという設定をしてあげると、いちいち窓の形を変えたときに、その形に合わせた壁の穴を開けなくても、解析が回るようになるので、ちょっと今からその設定を、していきます。そのために、この Window Material Data というところの、あのグループ、のところに行ってください。で、まずですね、先ほど、ちょっと言葉だけだと、わかりにくいかもしれませんが、その壁と壁に属した窓だよということを指定する、ために、このハニービー、アッド、ハニービーグレージングという、こちらの、コンポーネントを使います。ハニービーの00番のグループの中の左上から5番目ですね。これを使います。で、置いていただいたら、少し拡大してみていただくと、ハニービーオブジェクトというものと、チャイルドサーフェスというものがあります。で、このチャイルドというのが、先ほど言った、まあ、そこに属してるよということを意味しています。なので、まずハニービーオブジェクトとして、今回、まあ、この空間の、を構成している床壁天井ですね。それを、入力していきます。先ほど作っていただいたフロアのこのハニービークリエイトサーフェス。こちらのコンポーネントの右側のハニービーサーフェスから、矢印を伸ばしていただいて、この左側のハニービーオブジェクトのところにつなぎます。同様に、天井ですね。についても、ハニービークリエイトサーフェスの右側のハニービーサーフェスから、矢印をつなぎますが、この時に、シフトキーを押しながらつないでください。シフトキーを押さないと最初につないだフロアの方のこの線が消えてしまいますので、シフトキーを押しながらつないでください。で、もう一つですね、このウォール。壁がつながっているハニービークリエイトサーフェス。こちらから、この、グレージングのオブジェクトの、コンポーネントの左側につなぎます。またこれもシフトを押しながらつなぎます。で、もちろん、ここに、例えば、柱とか、家具、ごめんなさい、これ、つなぎ忘れてました。すいません。一つ作業忘れてました。この柱と家具、これをですね、今回、まあ、アザーズという一つのグループにまとめてしまいたいと思うので、コラムとファーニチャーの BLEP から、ハニービークリエイトサーフェスのジオメトリーに線をつないでおいてください。これもつなぐときはシフトを押しながらつないでください。ちょっとファーニチャーの BLEP をつなぐと時間、少し、時間がかかるかもしれません。ちょっとくるくるすると思います。
ちょっと数が多すぎる問題がありますが、少し気長にお待ちください。で、この、柱と、ファーニチャーをつないでいただいた、このクリエイトサーフェス。これも、もちろん、この、窓を規定するコンポーネントにつないでいただいてもいいんですけど、場合によっては、例えばもう、ラフにシミュレーションするときに、柱とか、家具とか一回除去して、もう窓と、窓の大きさ、あるいは、ひさしの大きさだけで解析してしまうよと。いうことも考えられると思うので、今回ちょっとこれは、ここにはつながずに、別の扱いにします。で、同様に、他の階ですね、建物の他の階と、あと地面も、一つのグループ、サラウンディングスというグループにつなごうと思いますので、シフトキーを押しながら、一つの、ハニービーサーフェス、クリエイトハニービーサーフェスにつないでください。で、ここまでできましたら、すいません、戻ります。先ほどの、窓を規定するよと言っていたところですが、床壁天井の、入力ができました。で、続いて、窓の入力をしていきます。まず、南の窓ですね。一番、この、ジェネレーティングサウスウィンドウズの中の、一番右側の、ムーブというコンポーネント。これ、一旦プレビューをオンにしていただくと、先ほど少し動かしていただいた、この窓が表示されます。で、この右側の G ですね。ジオメトリー。ここから矢印を、チャイルドサーフェス。上から2番目のところですね。につなぎます。で、もう一つ、忘れずに、このノースウィンドウですね。についても同じく、最後の一番右のムーブの、ジオメトリーから線をつないでます。またこれシフトをしながら、チャイルドサーフェスに入れてください。で、つなげたら、こちらの、Add Honeybee Glazing、こちらのコンポーネントの右側のところから、下に、BLEP ワイヤーフレームのコンポーネントを置いてます。そこの、B に線をつないでみてください。で、それ選択すると、今までバラバラだった床壁天井あるいは窓が全部まあ一つのモデルになっているよというのが、こちらの方で一式緑色にハイライトされているのがわかるかと思います。はい。で、そしたら、次に、今度窓の、透過率をもっと、設定します。こちらの01番のグループの中の一番上ですね。ハニービーラディアンス、ガラスマテリアルというこちらのコンポーネントをどっか置いてください。で、置けましたら、マテリアルネームのところには、デフォルトで置いてあるウィンドウ、これをつないでください。で、RGB のトランスミッタンス、ここに、トランスミッタンスオブウィンドウのスライダー、0.7 にしてますけど、これをつないで、あげてください。これで、透過率、可視光ですね。可視光透過率が、70% の窓、ガラスが、この開口部のところに当てはめられたという形になります。で、つなげたら、こちらの右側のラッドマテリアルから、下にある、このグレージングを作った、コンポーネントのラッドマテリアルに線をつないでいます。
以上の操作で、この床壁天井のまとまりの中に、まずここ、作っていただいた窓が、窓として認識されて、そこのところは壁がないんだよっていうのを自動的に認識してくれます。で、加えて、その窓の、透過率っていうのが 70% だよというものが、まあ、認識されたというものになります。で、例えば、南の窓と北の窓、透過率変えたいよという場合は、それぞれ南窓用のこの、ラディアンスガラスマテリアルのコンポーネント、北の窓用の、ラディアンスガラスマテリアルのコンポーネント、それぞれ作って、このトランスミッタンスを変えていただければ、それぞれ、方位ごとに透過率の違うが、ガラスのシミュレーションみたいなこともできるようになります。はい、ここまでよろしいですか。続いて、そしたら、ひさしですね、についても、マテリアの設定をしていきます。これも、ジェネレーティングシェーディングスのところのグループ自体は、特に、虫食いにはしてません。一番右側のにあるムーブの、コンポーネントのプレビューをオンにしていただくと、こんな形でひさしが、出てきてます。で、こちらをですね、こちらの物性値を、この少し右上にあるシェーディングズマテリアルデータのところで、設定をしていきます。で、設定方法自体は、先ほどと、一緒ですね。まず、00番のグループの、ハニービークリエイトサーフェス。これを置きます。このちょっと、で、デフォルトに入ってる、この6って入ってるパネルを消していただいて結構です。今回使わないので消してください。で、置けましたら、先ほどの、この Generating Shadings のグループの一番右のムーブのジオメトリーから、Create Surface のジオメトリーにつなぎます。で、もう一つ、反射率を、物性値を設定したいので、今度は01番のグループの、ハニービーラディアンス、オパークマテリア。こちらを落としていただいて、マテリアルネームは、デフォルトで置いてあるパネルのシェーディングをつないでいただいて、反射率、ちょっと高めの反射率にしてます。0.8、80% の反射率の、ひさしだよと。まあ、金属パネルみたいなイメージですね。RGB のリフレクタンスにつないでください。つなげたら、また、これも同じですが、右側のラッドマテリアルから、ハニービークリエイトサーフェスの左側のラッドマテリアルに線をつないでおきます。で、クリエイトサーフェスの、右側、アウトプット側のハニービーサーフェスから、また、ビレップワイヤーフレームにつないでいただくと、こんな形で、ひさしが、ワイヤーフレームが見えるようになっていると思います。で、あと、この、まあ、ハニービーに関わらずですけど、いろんな値をこう、セッティングしていく上で、自分の、設定した、こう、物性値がよくわかんなくなるってことがよくあるので、まあ、この場合はすぐ近くにあるんでいいんですけど、こちらのですね、ラディアンスオパークマテリアルのアウトプットのアベレージリフレクタンス、これをパネルにつないでおくと、こんな形で、要は RGB の値、まあ、同じ値入れてるのに当然同じ 0.8 なんですけれども、最終的な反射率いくつだよというものがここで表示されるので、要所要所でこういうふうにパネルにつないでおくことをお勧めします。そうすると振り返るときに条件がわかりやすいので。はい。で、解析をかけるまであと少しなんですが、照度計算をする上で、もう一つ重要なのが、解析のメッシュですね。
を設定するということになります。床面から、どのレベルで、どれぐらいの、細かさで、照度の計算を行うのか、メッシュを切るのかということを設定します。それが、この上の真ん中あたりですね、ジェネレーティングテストメッシュというところに、そのコンポーネントを置いていきます。ね、そこに行ったらですね、この今度03番のグループの、ハニービージェネレートテストポイントという上から3番目のコンポーネントがあります。こちらをここに置いてあげてください。で、今回は、一般的にやられる、床上、75センチ、ちょうど、机上面ですね、机の上ぐらいの照度の分布を見たいと思うので、床から、床と平行なメッシュを切るんだよという指定をします。で、そのために、最初に置いたこのフロアの B レップですね。ここから、少しと距離がありますけど、矢印を伸ばしていただいて、この今置いていただいたメッシュのコンポーネントの左の上、テストジオメトリーにつなぎます。で、グリッドサイズは、パネルに書いてある 0.6 でいいです。で、重要なのがこのディスタンス、ベースサーフェスということで、今置いた床のサーフェスから、高さどれぐらい離れたところに、解析面を持ってきますかという設定をします。で、こちら、先ほど言ったように、基上面、75センチのところで、切りたいと思うので、0.75 というパネルをつないでください。で、そうすると、このライドの方で、バツがたくさん並んでると思います。で、この点が、それぞれの、照度を計算する解析の、解析ポイントということになってきます。なので、今床で、ここのテストジオメトリーに床を指定したので、水平面の照度分布が切れるようになっていますが、例えば何か、アトリウムのような、少し大きな吹き抜けがあって、大きな窓ガラスがあるところの、縦方向の、円直面の照度分布切りたいよみたいなときは、壁のジオメトリをここに、つないであげると、この解析面も円直方向ですね、の、解析ができたりします。はい。ここまでよろしいですか。あとちょっとです。次に、中高のシミュレーションをやるための、空のモデルを、作っていきます。で、空のモデルというのは、実はこの光シミュレーションの中の、一つ、肝というか、重要なファクターで、いろんな、こう、光、中高、空のモデルっていうのが用意されているんですね。で、ちょっと全部を説明していると今日は時間がないので、ひとまず、この02番のグループの中の上から3番目、青色のコンポーネントですね。CIE、ハニービージェネレート、スタンダード CIE スカイというこちらのコンポーネントを置いてください。CIE というのは、アメリカの照明学会、になります。で、ここが、要は、実際の空の状況を本当にこう再現しようとすると、結構雲があったりだとか、天気によって左右されるということがあります。で、そうではなくて、ある季節の、しっかり晴れてる日のシミュレーションやりたいよというときに、わざわざ晴れてる日を探すっていうのは結構大変なので、この CIE のスカイモデルというのは、日付をと時間を設定してあげて、ここにスカイタイプというのがありますが、晴れてるよ、あるいは曇ってるよ、みたいな、空のタイプを指定してあげると、実際の、その、
天気の状況に関わらず、まあ、理想的なこう、スカイモデル、空のモデルを作ってくれるというような、コンポーネントになっています。基本的にはこれを使うんだよということを覚えておいていただければいいかなと思います。で、これが置けましたら、ですね、どこだっけ、パラムスの、左から2番目のプリミティブのグループの中に、ファイルパスというコンポーネントがあります。これを、置いてください。あるいはもうダブルクリックで、ファイルパスと打っていただくと、出てきます。で、このファイルパスのコンポーネントを今置いていただいた CIE のコンポーネントのウェザーファイルにつなぎます。で、つないでも今まだこの、ファイルパスが空欄のま、ままなので、右クリックして、set one existing file。こちらをクリックします。で、今日、お配りしている、JPN36303333 東京、EA.EPW というファイルがあります。これ、東京の気象データのファイルになっているので、こちら保存された場所、皆さんそれぞれ違うと思いますけど、その場所を、探して指定してあげてください。こんな形で指定をすると、正しく指定ができれば、オレンジ色の表示がなくなると思います。で、隣のパネルにつないでおいていただくと、どのファイルに、ちゃんと東京の気象データにつながってるなっていうのは、これもまた確認できるので、パネルにもつないでおいてください。で、つなげましたら、今度その日時の指定をします。ここに Date of Analysis というところ、これも皆さんスライダーでいじれるところを作ってますが、これを、上から順に、マンス、デイ、アワーにつなぎます。で、一番下のスライダー、もうこのスカイタイプにつないでください。スカイタイプ何かというと、スカイタイプのところにカーソルを合わせていただくと、先ほど言った空の状況ですね。0番というのは、サニーウィズサンというふうになっています。太陽の直射がある晴れた状態の、天空モデルになります。で1番は、サニーウィズアウトサン、晴れてるんですけど、直射光がないと、天空光だけの日だよと。で、あと、一応天空、あるいは、曇ってる日、クラウディースカイと、まあ、いろいろ、モデルがありますが、今回はこの0番の晴れていて、かつ太陽の直射もあるよという時の状態で解析をしたいと思うので、こんな形でつないでおいてください。で、つなげましたら、その下、ラッドファイルネームというグループあります。ここ特に編集しなくていいですが、今後、まあ、例えば日付を変えたりして解析をするときに、書き出す、解析のファイル名ですね。それを、毎回変更していかないと、どんどん上書きされてしまって、過去に解析をした結果が残らないということになってしまうので、今回自動的に日付を変えたら、ファイル名が変わるようにというふうに、コンポーネントを組んでいます。で、最後に、H のところに、アンダーバー、ケース01というふうにしてますが、これはですね、例えば窓の大きさ変えたり、日差しの大きさ変えたよというときに、同じ日付で窓の大きさ変えて解析をしても、したときに、このケースの、01番の番号とかを変えていってください。そうすると、しっかりと、過去の、解析の結果も残るようになります。まあ、全部、ここに繋いでいってもいいんですけど、解析ファイル名がちょっと長くなりすぎてしまうので、ここのケース01のところだけは適宜手動で、窓の大きさとか変えたら変更するような形にしてください。
で、その下の、ラディアンスパラメーターというところがあります。こちらについては、ハニービーレガシーのグループの、あれどこだっけ。ごめんなさい。ダブルクリックで、ハニービーラッドパラメーターと打ってください。これですね。場所がいつもわからなくなるんですが、どこだっけな。あ、いたいた。03番の、あの真ん中ですね。アニビラートパラメータ、この R の。で、ここにスライダー、あの、デフォルトの置いてあるスライダーのをクオリティにつないでおいてください。で、右側のラッドパラメーターズをパネルに、あ、ごめんなさい、リードミーをパネルにつなぎます。で、ラディアンスのパラメーターっていうのは、あの、解析の精度を、まあ、決める、あの、パラメーターになってます。例えば、あの、入ってきた光が何回反射するまで計算するかとか、あるいはその反射するときの、拡散具合であるとか、まあ、そういったものをこう指定していくような、パラメーターになっています。で、クオリティゼロは、ちょっと、反射回数、2回までと。つまり、例えば窓から入って、床に1回反射します。で、次天井で反射しますとなったら、もうそれで、解析終了してしまうという形で、ちょっと荒い計算なんですけど、今回あの時間、計算時間を短縮するという上で、ひとまずクオリティはゼロ、してます。あの、最低限、あの、実際のプロジェクトやるときは、まあ、最低限クオリティ1にしといた方がいいか。できれば、まあ、2にしておくのがいいかなと思います。はい。では、これで、一通りのセッティングが終了するので、先ほど言ったバイナリファイルですね。まあ、いろいろ今までセッティングしていっていただいたファイルを一つに統合するということをやっていきます。一番右側の真ん中ですね。イルミナンスアナリシスというグループのところに、アナリシスレシピというものが、あの、箱を用意しています。ここに、ハニービーレガシーの、レシピですね。アナリシスレシピ。これだ。このハニービーグリッドシミュレーション、グリッドベーストシミュレーションというもの。04番のグループの上から4番目ですね。GRD と書いてある。これを配置してあげてください。で、ここにいろんな情報を今からつないでいくという感じになります。左側見ていただくと、上から順にスカイファイル、テストポイントとかってこう書いてますね。で、スカイファイル、空の情報ですので、先ほど作っていただいた、この CIE のスカイファイル、パス。こちらを、この一番上につなぎます。で、続いて、このテストポイントというのは、テストメッシュ。このコンポーネント、一番上にあるコンポーネントの、アウトプットが上から2番目、のテストポイント。これをつないであげます。で、ポイントベクターも同じ。このメッシュのコンポーネントから、今度上から3番目のものですね。これをつないであげます。で、次、テストメッシュ。これもまた同じ場所です。メッシュのコンポーネントの右側の一番下、メッシュというところから、
つなぎます。今これで、空のモデルの情報、あとメッシュの情報が入ってきました。で、続いて、シミュレーションタイプ。ここカーソル当てていただくと、0番がイルミナンス、1番がラディエーション、2番がルミナンスというふうになっています。シミュレーションタイプ0番が照度計算ですね。で、1番が、日射量、の解析になります。で、2番、ルミナンスが輝度の解析になります。で、今回、まず照度の計算をしたいので、左に置いてあるスライダーの0番、これをつないであげてください。で、最後、ラッドパラメータ。ここに、つい先ほど作っていただいた、このラッドパラメータの、下からですね、下のこのラッドパラメータ。こちらを、つなぎます。まあ、この、アナリスレシピと言われるものが、まあ、いろんなその解析の条件を設定してあげる、指定してあげるコンポーネントという形になります。で、もう一つ、最後。このランシミュレーションというところに、コンポーネントを置きます。04番のグループの右上です。ハニービーランデイライトシミュレーション。こちらを、置いてあげてください。で、置けたら、まず左上、ハニービーオブジェクトのところに、これまで、作ってきた、最初の方に作ってきた、ハニービーのモデルですね。これをつないでいきます。まず、この Windows Material Data、窓を規定したデータの、こちらですね。Add Honeybee Grazing。こちらのコンポーネントの、アウトプット。これをつないであげます。で続いて、下部と柱ですね、こちらのモデル、これを引っ張ってきて、シフトを押しながらつなぎます。このハニービークリエイトサービス。で、もう一つ、周辺建物、あるいは地面、のハニービクエイトサーフェスから、また一個つなぎます。で、最後に、ひさしですね。シェーディング。シェーディングズマテリアルデータと。いうところのハニービークリエイトサーフェスから、これもシフトでつないであげます。こんな形です。4本の線がつながっていれば正解です。それぞれ、ハニービーサーフェスから、つなぐのと、床壁天井、あと窓に関しては、こちらのコンポーネントで統合してくれ、あげてますので、これから1本だけつなぐというので OK です。で、これがつなげたら、2番目ですね、アナリシスレシピ。こちらに、先ほど作った、このグリッドベースシミュレーション、こちらをつなぎます。で、次、3番目、4番目、ライトラッドとランラッドというのがあります。ここに、隣に置いてある、まず、ライトラッドの方には、ブーリアントグルで、ポルスになっているものをつないであげてください。で、ランラッドは、トグルでトゥルーになっているのをつなぎます。これですね、両方、ライトとランが両方トゥルーになったら解析がスタートします。なので、ずっとまだ設定が終わってないので、こちらポルスのままにしてみてください。
で、あと、まあ、使う CPU の数ですね。これ、まあ、特に指定しなくてもいいですけど、一応、スライダーで、まあ、私のパソコン、このパソコンの CPU4 つしか積んでないので、4というのをつないでおきます。で、あとですね、ここがちょっと重要です。ウォーキングディレクトリ、結果を保存するフォルダーを指定します。で、これ皆さん、それぞれお好きなところに使って、領収書はだって関係ないんだ。で、いただいていいんですけど、C ドライブ、の、私、あ、C ドライブじゃない。私はですね、デスクトップのところに、今日のこの東京 AEC インダストリーデブグループというフォルダを作りました。これ皆さん好きなところで結構なので、そのアドレスですね。これをコピーして、ここのパネルに貼り付けてください。OK を押します。で、貼り付けられたら、このパネルをウォーキングディレクトリにつなぎます。で、最後、これでフォルダの指定をしました。最後に、解析ファイル名の指定をしますけど、これは先ほど途中に少し説明をした、もう日時の指定によってファイル名自動的に書くような、こちらですね。この、パネルから引っ張ってあげて、つなげば OK です。はい。で、あと結果表示側の方も、いくつかパネルにつないでおきます。まず、リードミー。をパネルに1個つなぐのと、レゾルトユニットですね。これもパネルにつないでおきます。あと、リゾルト自体かな。もう、これも、パネルにつなぎます。で、あと最後にここに、照度分布の、図が、出てほしいので、このビジュアライゼーションというところに置いてある、このハニービーリードラッドレゾルトというコンポーネント。こちらの、にアナリスタイプ。それから、テストポイント。それから、レゾルトファイル。この3つをつなぎます。今まだ解析回ってないんで、オレンジ色の線になっていると思います。はい。で、ここまでつなげたら、いよいよ、こちらのライトラッドにつながっていたブーリアントグルをダブルクリックでトゥルーにしてみてください。ちょっとしばらく何の反応もないと思いますが、カーソルがくるくるしだして、解析がスタートしてくれます。ここまでで、解析が無事スタートしたら、こんな形でコマンドプロンプトの、画面が出てきますので。なんか行き詰まってる人がいれば、このタイミングで声をかけてください。ちょっと慣れてない人は、途中で線の繋ぎ方よくわからなくなってしまったって方 いらっしゃるかもしれないので、その方は、ひとまず、フィニッシュの、グラスフォーファイルの方ですね。そちらの方で、最後のこの、解析の結果を保存する場所のフォルダ名であるとか、あるいは、気象データを読み込んでいるファイルパスの、アドレスだけ変更していただいて、そちらでまず解析実行してみていただければ
かなと思います。よかったです。で、ごめんなさい。僕の案内に忠実にやっていただいている方は多分、今何も解析終わったのに結果出てないじゃないかってなってると思うんですけど、一個つなぎ忘れてました。このメッシュ、ジェネレートメッシュから、この一番下のメッシュですね。これをちょっと遠いですけど、ぐるっと右側の方に持ってきていただいて、この、この、イルミナンスアナリシスのグループの一番右下ですね。こちらのコンポーネントのインプットメッシュにつないであげてください。で、そうすると、こんな形で結果が出るので、ちょっと余分な PLEP の、たちを全部非表示にしてしまいます。で、メッシュの、こちらのメッシュのコンポーネントも邪魔なので非表示にしてしまうと、まあ、こんな感じの結果が出ます。今回窓非常に大きく取っていて、しかも冬なので、太陽高度低いので、日差しかなり私のモデルは出してるんですけど、あまり日差しで日射遮蔽されずに15時ぐらいになると、結構室内に光が入ってきてるなというのがわかると。で、一応ちゃんと、柱の裏のところは、少し影になっているというのも再現できています。で、あと、まあ、先ほど言った北側ですね。北の窓、すごいちっちゃな窓ですけど、高さ50センチぐらいの窓をつけるだけで、この北の壁面側、だいたい300ルクスぐらいの、ちょっと、光が入ってきている空間になってくれています。これが、冒頭に言っていた、北向きでも天空光が入ってきて、まあ、少し安定した光環境になりますよと言ってた話です。これ、北の窓をもう少し大きく開けると、もうちょっとこの、少し、水色になっている範囲が大きくなったりしてきます。はい、ここまでで結果皆さん出ましたでしょうか？出ました。ありがとうございます。あ、よかったです。これってちなみに、750とか、その下が75ルクスって出てるんですけど、はいはい。それって、どれぐらいになったら良くない数字みたいなのって。非常にいい質問ですね。ですね、オフィスの、まあ、これ、人工照明も含めてなんですけども、オフィスの基準面って、一応750ルクスっていうのが一つ、指標になってます。なので、750ルクスは欲しいなというのが、まず一つ目ですね。で、ただ、1000ルクスを超えてくると、かなり逆に今度眩しいということになってきてしまうので、それに応じて、どのレンジでこの解析結果を見せるかっていうのは、最後にこれつないでいただいた、メッシュをつないでいただいた、このリカラーメッシュのコンポーネント、リット左側ですね。レジェンドパラメーターというところに、実はこの、判例の上限のこの750を決めてるスライダーがくっついていて、これを例えば、線とかにすると、例えばこの線を越えて赤いところ、この柱より窓側ってちょっと明るすぎるね、みたいなものが、見えてきます。なるほど。で、実はもう一つの眩しさという意味では、もう8時なんですけど、下側の方に、輝度のやつを用意していて、はいはい、こちらの方で今度視点から見た、
眩しさの評価っていうのができるので、これはもうフィニッシュの方でちょっと解析だけやってみましょうか。はい。このフィニッシュのグラスホッパーをの方を開いていただいて、フィニッシュで開いていただくと、この気象データのところですね、こちらのファイルパス、これをまずご自身の、ファイルに設定をしてください。言葉でしたファイルですね。メッシュはですね、一番上にあったメッシュを作ったコンポーネントあると思います。で、あれを非表示にしていただくと、メッシュ自体の、バツ印が非表示にできます。で、気象データをまず、ごめんなさい、ちょっと説明が不足して、気象データの下の方ですね、ジェネレートスカイモデル、ルミナンスと、ルミナンスになってない。ごめんなさい。これ書き換えないといけない。先ほど一緒に作業していただいた上の方の、こちらのジェネレーティングスカイモデルの方をやっていただきましたが、輝度っていうのは、ちょっと別の、気象データ、これ気象データそのものを使う、つまり先ほど言ってた天候の影響とかを受ける、気象データで、やってます。でこちらの、黄色い CB というコンポーネントにつながってる方の、ファイルパス、こちらを、ご自身の保存した EPW のファイルのパスに指定してあげてください。で同じく12月19日、午後3時の、シミュレーションをやります。で、ルミナンスアナリシスですね。こちらの方で、便利なのがですね、ライノの方で、こちらのパースペクティブですね。視点をこう指定してあげると、それを、グラスホッパーでも読み込むことができます。これ、こちらのライノの画面で、今、私の画面だとこのパースペクティブ B というふうになっているんですけど、こちらの三角形をクリックしていただいて、ビューの設定ですね。で、こちらで、パースペクティブ A とかクリックしていただくと、あらかじめ室内の、視点を設定してます。パースペクティブ A の方が、窓を整体している視点ですね。で、もう一つ、ビューの設定で、パースペクティブ B は、ちょっと斜めから、東側の方から見ているような視点を作ってます。で、これ皆さん、普段ライノ、使われているときに視点を決めるような形で、ここの名前をいろいろ決めていただいたら、このパースペクティブ A、パースペクティブ B というものをリストで、読み込ませてあげることで、自動的にこのライノ上で決めた視点の、輝度画像を書き出すことができます。でちょっとこの辺のつなぎ方は、少し時間前なので省略します。まあ、やってることは同じです。アナリシスレシピに、いろんな必要な情報をつないであげて、またオブジェクトとかをつないでいる状態になっているということです。で、この状態で、こちらのランシミュレーションのトグルをトゥルーにしてあげると、何かエラーが出ているので、ちょっと待ってください。
だけをつなげば。はい。ですね。ごめんなさい。ちょっと、このハニービーオブジェクトに対して、モデルの、つなぐ順番によってたまにエラーが起きちゃうことがあるので、一回ですね、窓を規定した、コンポーネントあったと思います。あそこからですね、一本だけハニービーオブジェクトにちょっとつないでみてください。今の私の画面みたいに一本だけにすると、解析が回ってくれます。こちらですね。こちらから1本だけちょっとつないであげてください。で、で、トグルをトゥルーにすると、解析が回って、結果の方がですね、こんな形で今3つ画像を書き出してます。一番上が、いわゆる、レンダリングの画像になります。まあ、今回、非常に粗い解析なので、そんなにこう、解像度も良くないですけど、静態している状態、あと斜めから見た状態。で、15時、冬の15時なんで、かなり日射がこう中に入ってきてるな、みたいなのが、様子が見えます。で、2番目が、これ、輝度画像というものです。先ほどの照度というのが、物に反射して、よいしょ。大沢さん、ちょっと待ってくださいね。先に説明だけしちゃいます。物に反射して目に入ってくる光の量というものを照度というのは見てるんですけど、輝度というのは直接のその明るさですね。光源の明るさだとか、そういったものを評価します。なので、例えばこれで、斜めから見ると、実はこの辺に太陽がいるので、この窓面の特に上の方が、輝度が高くなってるな、みたいなのがこう見えるというものです。で、ちょっとだけこれ、北の窓のところも輝度が高いところがあったりします。で、最後が、これが、グレアの評価というもので、じゃあこの輝度画像だけ見て、これがいいのか悪いのかちょっとわからないと。いうときに、この、ちょっとまあ専門的な話になってくるんですけど、DGP という、グレアが人間にとって、まあ、グレアというのは眩しさですが、人間にとって不快かどうかというのを評価してくれる指標になります。で、こんな形で、今回 DGP が 0.29 という値なので、これ、あまり良くない値です。0.25 を超えると、ちょっと、人間にとって眩しいという評価になるんですが、で、それがどこに原因があるよというと、まあ、今回、この窓、例えば、ブラインドとか全く閉めてないので、直接も光がどんどん入ってきちゃう。で、先ほども言ったように、冬なので、太陽光度低いので、かなり直射光が入ってきているという状態なので、室内にいる人にとって、この窓自体がちょっと眩しい光源になってしまってますよ、というのが、評価で出てきます。で、これを例えば、まあ、ブラインドであったり、あるいは、少しスクリーンのようなものであったり、あるいはこの、太陽光度が低いので、今度、まあ、例えば縦ルーバーみたいな、太陽光度が低い日射を、遮蔽できるようなファサードデザインをしていって、まあ、この眩しくてちょっと不快だよと言っている、この、面をですね、なるべく減らしていってあげるということが、まあ、設計で、必要になってくる、考え方になります。で、例えばこれ今、床面ですね、光入ってきているところ、ここ、白くなってますけど、グレア源、つまり眩しい不快な原因にはなってないという評価になっています。例えばこれ、この後ででも、床の反射率 0.7 とか、まあ、白いタイルみたいなものに上げていただくと、ここも色がついた表現になります。つまり、室内に入った光が床で反射したものも、そこにいる人にとって眩しくて不快な要素になっているよというのが、判断できたりするので、
最初に設定していただいた物性値 の、 反射率というのも非常に重要なファクターになってくるよというものです。はい。で、大里さんが、一つだけにつなぎ直したら、ですね。こちらからつないでます。あ、そうですね。ウィンドウマテリアルデータのところからの、その、はい、そうですね、HB オブジェクトにつないでる。そうですね。ワーキングパスとか、ワーキングディレクトリーとか設定し直しましたか？ワーキングパス、ワーキング。そこの左側についてるワーキングディレクトリーを、指定のパス、自分で指定し直すとか、やられました。多分今、谷口さんのデスクトップのディレクトリーになってるんで。あ、そうですね。ああ、それ、直してないですね。確かに。そこを直してみてください。ありがとうございます。すいません。ちなみにこの INT オブジェクトっていうのはどういう意味合いなんですかね？こういう時に出てくる場合っていうのは。結構なんか、いろんなエラーに対してそのコメント出てくるんで。あ、なるほど。ちょっとね、ハニービーの不便なところは、このエラーバルーンの文字を検索してもあんまりよく理由が判別しないっていう、ちょっと問題はあるんです。ファイル名直したらできました。ありがとうございます。じゃあ、意外と、あれですかね、皆さん、起動画像が出ましたかね。で、ちなみに、もうちょっと8時過ぎちゃってるんで、もう、一旦終わりますけど、この起動画像で、この判例出てない人、いますか？大丈夫か？ですね、今日、私と一緒にラリアンスをインストールしていただいた方は問題なく出てると思います。で、それより以前にもうラディアンスとかをインストールされてるよっていう方は、今この最新のハニービーは、ラディアンスのバージョン 5.1 というものをインストールしていただかないと、今ラディアンスで 5.3 まであるんですけど、5.1 ならちょっとこの起動画像の判例が出てこないっていうバグが起きてます。これ結構前から起きてて、いろんな人が指摘してるんですけど、まだ直ってないんですけど、昨日の夜やってもまだ 5.3 も 5.2 もやっぱりダメで、5.1 しかこの判例が出てこないので、もし今手元で、やられてこの判例出てないなって人がいれば、そのラリアンスのインストールするバージョンをちょっと変えてみていただければ出てくると思います。で、最後あと5分だけちょっと、ご説明をさせていただくと、今まで、もろもろ、シミュレーション回していただきました。で、そのファイルというのが、指定された、フォルダーですね、に、例えば、ごめんなさい。最初にやった照度の解析だと、このフォルダーの中に日付、と、イルミナンス、アンダーバー、ケース01というファイルができてます。で、中開くとグリッドベースとシミュレーションというフォルダーがあって、いろんなファイルが入ってます。これが、ラディアンスを回すファイ、条件設定のファイル、および結果のファイルというものになります。で、結果自体は実はこの、ドットラッドファイルというのが、あります。多分上から4番目ぐらいにあるかと思うんですが、ここに集約されてます。で、先ほどのちょっと私の画面だけで見ておいていただければと思うんですけど、演習中にやったこの光、照度のシミュレーションですね。これ、じゃあちょっと次のシミュレーション、別のシミュレーションやろうと思って、トグルを、ちなみにこれ注意しておいていただきたいのが、このトグルが両方オンの状態で、ちょっとモデル変えようってやったら、スライダーを動かした瞬間に解析始まってしまうので、モデルとか変えるときは必ずどちらかのトグルをオフ、フォルスにしてください。で、フォルスにすると、結果表示消えちゃいます。で、例えば、ひさしの長さ変えたり、窓の大きさ変えたりして、
また解析をすると、今度変えた状態の解析結果しかここ出てこないということになってしまう。で、そうすると、今日一日、最初にやった、解析結果また出すときに、またその条件設定し直して解析しなきゃいけないのを言うと、実はそうではなくて、先ほどの、解析の結果自体が、あのフォルダの中の .rat ファイルというものに保存されているよというお話をしましたが、そのファイルを呼び出してあげると、解析結果が回るということになります。解析結果が表示できるというもの。で、それが、このお配りしている一番右上のインポートシミュレーションレゾルトというグループのところになっています。で、おおむねですね、このつないでる状態のままで大丈夫です。ここの、ディレクトリのところだけ皆さんの名前変えていただいて、で、呼び出したいファイル名ですね。これが違うか。12月の、今日16日の15時のファイルにしたので、アンダーバーケース01ですね。このファイル、解析ファイルを読み出したいよ、ということで、やっていくと、どっかがおかしいな。あ、ごめんなさい。今ちょっと呼び出しているんですけど、少しお待ちください。指定したファイルの、まあ、過去にやった、解析結果を呼び出すことができます。今、頑張って呼び出し中です。で、メッシュだけまたちょっとつなぎていただくと。こんな形ですね。過去にやったケースが、こちらの方の、ランシミュレーションのブリアントグルはフォルスのままでも、呼び出すことができるので、まあ、いろんなケースをざーっと流した後に、結果をちょっと見比べていきたいみたいな時には、この右上の、コンポーネントのところを、少し手を加えて使っていただけるといいかなと思います。というわけで、15分オーバーしましたが、ひとまず一通り、今日予定していた内容の説明は以上になります。ありがとうございます。お疲れ様でした。ちょっといろいろ私も質問があったりするんですけれども、ひとまず、皆さん、参加者の皆さんに、質問をがある方は、コメント欄でも、このままマイクをオンにしていただいても、質問、誰か、どなたかありますか？ではちょっと私質問なんですけど、はい、このスカイモデル設定されてたと思うんですけど、この、ハニービーのジェネレートスタンダードスカイモデルと、はい、あと、下の方のこのルミナンス用のこのジェネレート クリメイトベーススカイってあると思うんですけど、はい、これはもうルミナンスだ、イルミナンスだったらこれ、ルミネンスだったらこちらみたいな感じで決まっているものなんでしょうか？いや、ルミナンスの方も、イルミナンス、照度計算と同じで、はい、CIE のものを使っていただいても大丈夫です。基本、今回やっていただいた照度計算にしても、キロ計算にしても、はい、特定の日時の解析なので、はい、それについては、まあ、むしろ、この上の方の、CIE のモデルを使っていただいた方がいいかもしれません。CIE と CB と CM があると思うんですけど、その3つの違いってどういうものなんですかね？ですね、この CIE は、太陽の、例えば日時を指定した時の太陽の位置ですね。うん、
太陽光度だったり方位角はこの気象データインプットした気象データの情報から持ってきてるんですね。で、今回だと東京を入れているので、東京での、12月19日15時の太陽の位置というのを再現してくれています。ただ、その時の空の状況ですね、まあ、天気については、CIE のものは、このスカイタイプで入力した、はい、今回だと、サニー晴れてて、しかも太陽自体が出てきているというモデルにな、使われると。で、一方で、この EPW、皆さん今日ダウンロードしていただいた EPW のファイルっていうのは、その他にも、例えばその日が雨降ってたとか、曇って、まあ、雲どれぐらいの量あってるみたいな情報も全部出てる。で、この CB を使うと、その時の、この東京の EPW の気象データが持っている天気の状態自体も再現されるので、なるほど、なるほど。今回、12月19日晴れてたので、しっかり光入ってましたけど、たまたま選んだ日が曇ってたりすると、曇ってる時の軌道画像の状態になる。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。CB の方は、その、なんていうんですか、その EPW が持っているその天気の情報も、この何月何日、この時間にこのぐらいの天気の状態だったものとして、こう読み出されるみたいな感じであって、そうですね、はい、なるほど、なるほど、なるほど。なので、ちょっと今日ルミナンスの方は CB つないじゃってましたけど、本来は、CIE の青い方をつないでいただいた方がいいと思います。というのが、やっぱ晴れてるときに、どれぐらい眩しくないかっていうのをチェックしていただいた方がいいので。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、CB は、年間計算っていうのが、光の計算で、1年間で、まあ、どれぐらい、このゆ空間の中に明るいところがあるか、みたいな評価をするときは、当然、その土地の、天気の情報も含めた、解析をした方がいいので、この CB を使っていただいた方がいいと。てか、まあ、CB を使わないといけない。なるほど、なるほど。わかりました。これは CM っていうのはどういうものなんですかね。カルミネイティブ。僕はあんまり使ったことないんで、あんまりよくわかってないんですけど、基本的には、ですね、その、ある期間の、なんだろう。この CB の、気象データの天気はそのまま使うんですけど、期間の指定ができるんです。こちらだと。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。例えば解析自体を、もう夏の間だけの解析にする。みたいなときは、この CM の方を使うと、例えば8月から、10月までみたいな設定ができるものになります。なるほど、なるほど。CM は、積算値を出すためのコンポーネントなんで、はい、日射量にしか使えないです。照度とか輝度は、瞬時値になるので、基本的にその日射量の積算値、ある期間の積算値、何ワットアワー、日射量がこの面に到達しますっていうのを出すときに期間を設定して、その期間の太陽の位置っていうのを同時に計算して、スカイファイルを作ってあげるっていうのが CM ですね。で、ラディアンスですかね。ハニービーで言うとラディアンスにしか使えない。日射ってラディアンスであってもすみません。ラディエーション、ね。ラディエーションで、はい、このシミュレーションタイプの、1番ですね。ラディエーションワットアワーというものになります。木野さん、ありがとうございます。なるほど。シミュレーションタイプの、ああ、なるほど、なるほど。ラディエーション。一番が日射量。はい、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 はい。これってハニー、レディーバーグでやってる時のなんかラディエーションもすごい簡単に出せるやつとはまた違うんですか？ハニービーでやると、はい、ガラスの日射熱取得、ま、日射の透過率を、考慮できる。ああ、そうか、そうですよね。もうオブジェクトだけですもんね、ラディエーション。そうです、そうです。リリーバーグの方は。ガラスを通して、室内にどれだけ日射量が入ってくる、日射熱が入ってくるかっていうのは、逆にハニービーじゃないと溶けない。ああ、理解しました。そして、このちょうど今、ここの話なので、IMG とか、この GRD って書いてあるような、
このタイプがいっぱいあると思うんですけど、ANN とか DF とか、あ、はいはいはい、これはどうやって何が、まあ、アニュアルは5年間だと思うんですけど、はい、その DF、その GRD と IMG のこの、これはグリッドベースだから。そうです。ですね、はい。グリッドベースは、分布を表すもので、さっき、今回もメッシュ作っていただいたじゃないですか。はい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 。このメッシュですね。このメッシュを使って、はい、まあ、平面でも、まあ、円直面でもいいんですけど、の照度の分布とかっていうものを出すときは、このグリッドベースというものを、使います。なので、このグリッドベースを使うときには、必ずこのメッシュの情報をここに入れてこなきゃいけない。なるほど、なるほど、なるほど。で、イメージベースドは、この輝度画像のように、ライノ上で、まあ、グラスホッパー上で決めてもいいんですけど、視点の場所と向きですね。はいはいはい。で、まあ、そこの、解析の結果、輝度の結果だったり、あるいは、その視点からの、見えてる照度の分布みたいなのも出せるんですけど、ある視点、カメラ位置を決めて解析するというのが、この IMG、イメージベーストというものになります。なるほど。で、DF はですね、デイライトファクターって、日本語で言うと中光率なので、直射光を全く考慮してないものなんですね、中光率。要は、単純に、はいはいはい、部屋があって、窓が開いてて、その窓越しに空の まあ、携帯ケース、どれぐらい空が見えてるかっていうのを評価する指標になるので、まあ、その、キャスビーとかだと中光率が、一つの評価基準になってますけど、それを評価したときは、この DF というのを、なります。なるほど。ANN っていうのは、GRD の年間の時をやりたいときっていうイメージですか？それが年間計算ですね。年間計算で、やるときはこっちでやると。そうです。なるほど、なるほど。だから今日はグレーも、はい、今日はちょっと1点だけでした、1時間だけでしたけど、年間でどれぐらいグレアが発生するかっていうのも結構重要な指標で、どうしてもこう、まあ、365日全くグレアが出ないって、結局なんか窓面を何かで覆ってあげなきゃいけなくなってしまうので、なるべく多少グレアが出る時間帯があっても、その時間率を小さくしていく、1年間の中でっていうのが、まあ、必要なこう検討の進め方になるんですけど、それを見ていくときにはこのアニュアルでグレアの方を見てあげて、ちょっとでも、まあ、グレアが発生する期間を小さくして少なくしていってあげるみたいな検討をやっていくと。なるほど、なるほど。ありがとうございます。あ、清野さんからマテリアルの、ありがとうございます。質問なのですが、あ、ひろきさんから質問が来ていて、質問なのですが、乳白パネルのような拡散する解析を選んで回せますかという質問が来ていまして。これにも清野さんが答えていただいて。これはどこのことを言ってるんですかね。このマテリアルの、もしよろしければ、ラッドと、ラッドの、これですね、下の方。ああ、なるほど、それを選ぶと。そうです、拡散、清野さんが書いていただいているような、拡散の、ラッド。乳白ガラスとか、そういったものを再現するもので。ああ、はい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 。なるほど。反射率の他に、その透過率である。ディフューズとか、スペキュラーの何か、を設定できるような形になるので、よりこ、なんていうんですかね、その、拡散成分が多い、ガラスとか素材を使う場合には、まあ、こちらの方を使った方がいいんですけど、この辺の情報ってなかなか手に入らなかったりするので。ああ、そうなんですね。はい。なんか、ここら辺の設定をしたかったときに、その数字を何にしたらいいのかがわからなくて、例えば 0.2 とか 0.7 とか 0.5 とか、ここら辺の数字を設定するときに、何を参考にして、この
マテリアルの設定をしていけばいいのだろうという質問を したかったんですけど。ですね、ガラスに関しては、可視光透過率はほぼほぼどこ のガラスも、マラスメーカーも情報を出してくれてます。で、それを入れてあげれば OK です。可視光で、そうですね、可視光透過率、ビジュアル可視光透過率トランスミッターです。うん、ちょっと注意をしなきゃいけないのが、ビジブルトランスミッタンスとソーラートランスミッタンスの2つ、透過率ってあって、要は日射の透過率と可視光の透過率があるので、親切な、メーカーのデータベースとかだと、両方、まあ、ちゃんと書いてくれてるんですけど、それ、なんか、すごく細かな話になっちゃうんですけど、日射っていうのは波長域が長いんです。なるほど。そのうち、可視光、実際の人間の目に入るのって波長域が限られてるんで、微妙にその同じ透過率って言葉を使っても値が違うんです。なるほど。で、光のシミュレーションをやるときには、人間の目に見える光の量を評価するシミュレーションなので、可視光域の透過率を入力してもらえれば OK です。可視光透過率の方を入れると。わかりました。ありがとうございます。で、ハニービーでもそのエナジープラス使って熱を解くこともできるんですけど、そっちを、やるときには、その日射の透過率を入力する。なるほど。熱のときは日射と。熱のときは日射透過率。なるほど。床壁天井の反射率は、正直、よほどなんかこう、変わった素材を使ってない限り、はい。まあ、白色系だったら大体 0.6 とか、もう、決め打ちでやっちゃってるケースが多いですね。白色系だったら 0.6 とか 0.7 とか。7とか。なるほど。まあ、暗色系だったら、まあ、0.3 とか。0.3 とか。なるほど。で、まあ、ちょっと、例えばそのライトシェルフみたいなもので、反射を狙って、まあ、高反射塗料みたいなものを使ってという事例の場合は、そういったものだと、ホームページで、まあ、反射率の情報も出てたりしますし、まあ、反射率が高めだなと思うものは、場合によっては 0.8 とか 0.9 ぐらいに、設定したりというので、ちょっと、まあ、その効果を重点的に見たいなってものだけ、少し数字を意識的にいじるっていう形をしてます。なるほど。じゃあ普通の壁みたいな灰色ぐらいな感じだったら 0.5 みたいな、そんなぐらいでもう、はい、イメージですか。なるほど、なるほど、わかりました。灰色。あとチャットに、井上さん久しぶりですね。光ボイドなど の光が落ちる空間、はい、できます。やり方としては全く同じですね。マテリア、ジオメトリーの入力、マテリアの入力は全く同じで。で、こういう光ボイドみたいなのだと、その延直方向の照度の分布を見たいっていうケースが多分多いと思うので、その場合は、この解析のメッシュを作るときに、今回床からメッシュ作りましたけど、それを、どっか壁を一つ選択してあげて、そこから、メッシュを作ってあげれば、延直面の、照度の分布みたいなものが出てきたりします。なるほど、なるほど。ちなみに、最初 のご紹介、プレゼンテーションでご紹介いただいたような、エキスパンドメタルでこう穴が開いているようなものの、こういう、例えばルーバーとかをこう置きましたみたいなときに、マッシブなものじゃないものをこう置いたときに、どういう透過率ぐらいでやったら、モデリングにしたらめちゃめちゃ重たくなっちゃうんで、どういう感じでシミュレーションするのがいいのかなと悩んでることが多いんですけど。そこは難しいですね。難しいですか。ケースバイケースですけど、はい。僕はもう割り切って開口率とかで入れちゃってますね。ざっくりな計算の時には。透過率を開口率に置き換えちゃう。透過率を開口率、例えば
結構空いてるようなものだったら 0.2 とか3とかそういう感じで入れちゃうみたいな感じ。透過率、あれ透過率っていうのはガラスの方で設定するみたいな感じですよね。マテリアルとしては、あ、そうです、そうです、ガラスの方で設定しちゃって、それの透過率を、まあ、ちょっと穴が開いてる割合みたいな感じにしちゃうみたいな、はい、あとは、まあ、厳密にやりたいときは、その部材のだけのシミュレーションを1回やって、あ、どれぐらいの透過率になるかをちょっとまず計算して、パーツだけで、そこで得られた情報を、建物全体のシミュレーションの方に入れるっていうことは、まあ、よほどこだわるときはやったりします。なるほど、なるほど。よいしょ、でやったりとか。でも今の質問、あれですね、せっかくだから、清野さんとかどうしてるのか聞きたいです。難しい質問ですね。僕もざっくり透過率で入れるか、あとはトランスマテリアルで拡散反射にするか。ああ、拡散反射にするか。はい。あとはものすごく細かくやるのであれば、BSDF っていうマテリアルの種類があって、それも BSDF ですね。そのままマテリアルのところから選べるんですけど。ああ、こんなのがあるんですね。はい、まさにそのパンチングとか、あとはブラインドとか、そういうのの反射特性まで考慮した計算ができるように、1枚のサーフェスにそういう反射特性を考慮した計算設定ができるマテリアル種類になっていて、XML 形式で、その反射特性を入力してあげると計算できるんですけれども、基本的にここまでやることはほぼないです。めちゃめちゃ重たくなるってことですかね。計算、多少計算重たくなるのと、あと XML ファイルを用意するのがめんどくさいので。ああ、これはあまりエクスパンドメタルの会社から用意されてたりっていうのはあまりないですね、基本的に。じゃあ自分たちで作んないといけないファイル。そうですね。なるほど。この作り方とかってどっかに載っているもんなんですかね、その XML ファイルのどう作るのかみたいな。ラディアンスのベースのコマンドであるはずなんですけど。ああ、ラディアンスの方で調べて見てみるみたいな。はい、そうですね。ハニービーからは確か作れなかったと思います。うん、XML ファイルを読み込んでくるしか設定できなかった。ああ、じゃあもうラディアンスの方でそういうファイルを自分で作って読み込むみたいな、ラディアンスのもうちょっと深い知識が欲しくなってくるっていうところですね。そうですね。基本的にそのラディアンスのコアユーザー向けっていうイメージです。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。すみません、私ばっかりめちゃめちゃ質問してますけど、他の方、解析の時間は、どこまで答えたんだ。伊藤さん。判例バーの最大値が750です。実際はそれ以上にする。はい。非常に鋭い質問。私は、その解析の結果から何を、説明したいかで、もう何種類か図を作っちゃってますが、途中でも石田さんからもご質問いただいたように、もう日射が入りすぎて眩しいよみたいなものを、まあ、本来眩しさは輝度で評価しなきゃいけないんですけど、ひとまず照度の分布でなんとなく把握しようというときには、逆にもう、上限3000ルクスぐらいにしてしまって、もう3000ルクス超えてるというのは間違いなく直射が入ってきているところなので、その3000ルクス以上の赤くなっているところが、あるかないかっていうのをまあ評価するという仕方にしますし、逆にその入ってきている中光で、まあ、どれぐらいその明るさ感が作れているよというものを見たいというときには、まあ、今回みたいに750ルクスとか、上限1000ルクスぐらいにして、一番評価したい500ルクス前後ぐらいのところがしっかりグラデーションになるようなレンジで図を作ったりするので、これ、いただいたご質問は結構、学生の設計課題の時とかにも、聞かれたりするんですけど、結構そこはもう割り切って、いくつかのレンジの、図、結果表示の図を作ってしまった方が、変なミスリードが起きなくていいかなと思ってます。
というお答えでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あともう一つ質問なんですけど、はい、こういう日射、照度か、照度のシミュレーションしているときに、あの机とか家具とか置いていると思うんですけど、あのどこら辺まで置かないといけないとかってあるんですかね。あの例えば、まあ、机置いて椅子も置いてみたいな感じで、あのシミュレーションかけてほしいみたいな感じで言われたことがあるんですけど、重たくてすごく大変だったんですけど、机までは置かなきゃいけないみたいな、椅子は大丈夫みたいなのがあったりするんですか。あのどこら辺までオブジェクト入れるものなのかなっていうのがちょっとわからないなっていう、特にあのレビットなんかでモデリングしてるとたくさんあの家具とか入ってるんで、それをいかに置き換えるかっていうのが、あの割とシミュレーションするときに苦しいんですけどどこら辺のディテールまでこうモデルを持っていけばいいんだろうっていう。間違いなく椅子はモデリングしないですね。ああ、しないですか、うん、なるほど。机は結構ケースバイケース、あと、備え付けの家具、あの、棚とか。ケースワーク的な。結構特にその壁面に並んでるものとかは、はい、壁面 の反射率が変わってきちゃうので、それはある程度モデリングはします。まあ、両方とも結局オフィスなので、壁でも、ボードの壁で白色で、あのロッカー置かれても白色だからあんま変わらないっていう話もちょっとあるとするんですけど、一応そこぐらいは再現します。であと机はかなりケースバイケースで、基本的に机って、まあ、特にオフィスだと白色なので、強化がE側に入れちゃうんですよ。光が反射して拡散してくれるので、はい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 。ただ実際使われ出してくると物を置かれたりとかいろいろあるので、そこまでこう評価が良くならないってこともあり得るので、はい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 、なるほどなるほど。間違いなくないケースは確実にやります。あのないケース、床壁天井、なるほどなるほど。加えて、まあ、あの机がある時もっていうのでプラスアルファでやるっていう感じです。良い方に出ちゃうんですね。そうですよね、白い部屋反射しますもんね。なるほどなるほど、ありがとうございます。質問来てますね。あ、その前に金さんから来てるね。エブリワンじゃないです、トゥエブリワン。あ、ダイレクトメッセージ、ダイレクトメッセージ。学部3年生なんですが、将来環境シミュレーションを使った環境設計をしたいと思っています。大学に行くまでにやるべきことなど教えていただきたいです。あ、いい質問ですね。僕の作ったあのウェブサイトを使って勉強してください。あの、うん。まあ、シミュレーションの勉強に関しては多分それですね。まあ、そこをや、多分、まあ、僕のそのウェブサイトは、すごく基礎的なところしかやってないので、入り口だけですけど、多分入り口をが入れれば、例えば自身の設計課題とか、あと、ま、ちょっとなんか、こんな解析やってみたっていう時に、いろいろ疑問とか、これやりたいんだけどできないのかなっていうのが出てくると思うので、で、そういうなんか具体的な疑問が出てきたら、もう、ネット上にかなり、答えが、転がってます。まあ、英語ですけど、大半。で、正直もうどれか一個、この教科書やれば完璧っていうのはあまりなくて、そっから先は、基礎ができればそっから先はもう、いろんなものをこう拾って拾い食いしていくみたいな感じなので、逆にかなりやっぱ基礎のところで、まあ、特に学生の方とかはつまずいちゃってる人が多いなっていうのがあって、ウェブサイトは作ったんですけど、そこさえ突破してもらえれば多分自身でいろいろと掘り下げていけるんじゃないかなと思います。でそれよりも重要なのが、なんかちょっと学校の授業みたいな話になっちゃうんですけど、このシミュレーション今日も例えば750ルクスって出たときに、それが実際どれぐらいの明るさかって多分、まだ感覚的にわからないんじゃないかなと思うんですけど、そのね、感覚は結構養っておいていただいた方がいいかなと思っていて、照度計とかって結構安くて、まあ、それなりの精度出てるものとかも Amazon で買えたりするので、例えば自分の学校とか自分の家の、机ってどれぐらいの照度なのかなとか、オフィス750ルクスって言われてるけど、それってどんなもんなのかなみたいなのを、ちょっと感覚を磨くっていうのは、これは
すごく必要だと思います。結構シミュレーションだけやってて、なんかいろんな結果出てきたぜっていうので終わっちゃう人が多いんですけど、やっぱそれを設計とかにフィードバックしようとすると、その値の持ってる意味をしっかり考えられないとやっぱりダメかなと思うので、ちょっとそういうのを意識的にいろんな場所を測ってみるとかしてもらえるといいんじゃないかなと思います。ちなみに僕も未だに照度計持ち歩いてます。照度計とか持ち歩いてます。照度計、温度計買います。アプリとかないんですかね、 iPhone アプリとかで。輝度はアプリでありますよ。あ、照度はないんですか。輝度はある。はセンサーがいるので。あ、そうなんですね。ないですね。じゃあ照度計を買って輝度のアプリを入れると。はいはい。照度計や輝度計で実際の空間を測定して回るの大切だと思います。乾さんからです。はい、他にどなたか質問ありますか。質問3つです。高野さんから。こんにちは、久しぶりです。シミュレーションの結果と実際ではどの程度ギャップがありますか。これ僕の印象ですけど、光シミュレーションがそんなにギャップないです、ね。うん、あんまり狂わないです結果と。それなりの入力をちゃんとしてれば、CFD とかの風解析の方が狂うことが多いです。というのがやっぱり光ってもちろんその空の天空モデルの話とかもあるんですけど、基本的には室内の反射率の問題なので、あんまりそこってシミュレーションで再現しているものと実際とが乖離することってないというか、そこの条件が乖離しているとそもそもシミュレーションの意味があまりなかったですので、光シミュレーションに関してはそんなにギャップはないかなと思ってます。実務の中ではどういう使い方をしてますか。実務の中では、まさに今日やったような使い方をしてます。割と設計の初期段階で使用していくっていうイメージなんですかね。方向性やっぱそこで決めますね、はい。だから今日のモデルみたいにもう床壁天井も厚みのないモデルで最初バーって言ってしまって、うん、である程度やっぱ方向性決まって、で当然その環境要素以外の設計とかも進んでいった中で、設計がある程度まとまってきたら、今度床壁天井も厚みも入れて、でもう少し窓とかも再現をしたシミュレーション、それはもうパラメトリックにやるというよりは、当初狙ってた効果がちゃんと出てるかどうかの検証っていう意味で、設計の後半にやるという。それも、ハニービーでやる感じですか。ハニービーで、光はハニービーでやります、ね。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、分かりました。あ、そうですね。最後は、紹介してない機能で、なんかレイバーがハニービーで、こんな使い方してますっていうのが、もしあれば、なかなか全部の機能を把握できてないんですけど、結構多岐にわたっているイメージがあって。そうですね。ハニービーの光シミュレーションに関してで言うと、年間計算ぐらいの話で、おおむね、今日のところが、メインかなと思いますけど、あとはあれですね、光シミュレーションでいけば、その人工照明の解析みたいなのは今日全く売れてないので、ハニービー上で、器具のレイアウトをして、配光特性入れてみたいなこともできるんで、そういったことはやれたりします。で、あとは、レディバグの方で、気象分析の話は今日全く触れてないですけど、それこそ私のホームページの方で一通り、
いろんな解析の仕方は載せてますけど、その辺がデリバグの機能としてはあるか。熱負荷計算に関しては、僕自身はあまりハニービーは使ってないので、あれですが、まあ、例えばその、今回やった中高利用で、どれぐらい照明の負荷が減らせて、で、だから年間の、まあ、照明の負荷が減るってことは、空調の負荷も減るので、どれぐらい年間のエネルギー消費量が減るかみたいな、そういう連成計算みたいなのも、レディバグハニービー使ってやれた。なるほどです。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。ちなみに、人工照明ってハニービーだとどこに当たるんですかねっていうのを聞いても、どこのタブに入ってますか？人工照明は、エナジープラスの方と連携しているので、どこだっけ？ですね。グループで言うと、あ、この辺ですね。08番のところで、はい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 、この辺りですね。ハニービーのライティングデンシティカリキュレーターと、この辺が配当されてる。ああ、なるほど、なるほど。ここら辺か。あとは、アドアスクリーンと、そうです。このあたり。だから、設定としては、エネルギー計算をやるときの照明器具の配置を、光シミュレーションの方にも反映させるみたいな位置で。結構、レビット側に照明入れてたりするので、なんかそっちの位置情報と、なんかレビットでもいろいろなんか設定、光の形みたいなの設定できたと思うんですけど、それをこっちに読み込んでいくみたいな、あ、なんかすごい、すみません、ざっくりとした質問になっちゃったんで、これ大丈夫です。なんか一度、はい。ダイナマの方のハニービーで、その機能が備わってれば、よりスムーズにできると思うんです。ダイナモハニービーはちょっと、グラスホッパーに比べるとまだ機能が少ないので。ああ、そうなんですね。なるほど。まだちょっと試したことがないんですけど。なるほど。なるほど。ここら辺見てみます。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？どなたか。イツルームはですね、これでちょっと一旦質問は終わりというか、終わらせていただいて、いつもは8人とか10人ぐらいなので、一人一人、自己紹介して、ありがとうございましたっていう感じにしてるんですけど、